結婚式の良さって準備期間に本当に詰まってると思ってて、二人の話をたくさん聞いて、これから生きていく中で大事にしたいこととかを改めて見つめ直す機会が結婚式に向き合うきっかけ絶対にその向き合った期間っていうのは今後の二人の人生の糧になることは間違いないと思うので、私たちは二人の悩んだりこう苦しんだりお互いのことを知るっていうそのしんどさも含めて結婚式をしてよかったっていうふうに思ってほしいなっていうふうに思ってます。助け合って母さんの分まで生きていこう。今日はどうもおめでとう。お待たせしました。